IHR の改正については厚生労働省が窓口になっていてそしてですねパンデミック条約については外務省が窓口担当になっているみたいなんですね外務省に対してねパンデミック条約の日本がですね提出している意見、まあ、提案ですよね草案を開示してほしいという開示請求に対して外務省がどのような回答が来たかというとこのような回答が来たみたいです ちょっと部分的に、ね、取り上げますパンデミック条約の交渉においては事務局が開封する交渉テキストは公表されていますが各国の意見は非公表となっていますこれ国によっては公表されているみたいなので全部の国がということじゃないと思うんですが、まあ、少なくとも日本の意見は非公表とととなっていいますすうことですね日本から提出した修正案についてもそれ自体を公表することはできませんが。 日本政府の基本的な立場はホームページにも掲載,さ掲載されていますと。まずパンデミック条約について日本から提出した修正案についてはまず公表することはできません。 そしてその上で、また交渉の経緯や議論の概要等についても、当初ホームページに掲載しております。同条約については、正確な情報提供が重要であると考えており、当初としても引き続きこれに努めてまいりたいと考えております。これ厚生労働省と非常に似ているんですが、 基本的にその公表することはできません修正案については。しかし、正確な情報提供が重要であり、え引き続きこれに努めてまいりたいと思いますと。正確な情報提供が重要ということを言いながらえ、修正案については公表できません。これ、僕に公表できないんだったらわかるんですが、国会議員に対しても公表できませんという外務省の回答なんですね。だから日本の政府が、日本という国がですね、WHO に こういうふうにパンデミック条約をしましょうねっていう、えー、修正案。どういう修正案をパン WHO に出してるかすらも僕らにはわからないどころか国会議員さんにもわからないようになっているんですね。その上で交渉が進められているということなんですよ。めちゃくちゃ怖いですね。これパンデミック条約だけじゃなくて IHR 国際保険規則ですね。の修正案についてもどのような 交渉しているのか、その提案及び詳細な内容はお伝えすることはできません。公開できないです。まあ、非公開ですということなんです。これ、国会議員さんにも非公開で、えー、今、交渉が進められているということなんですね、議論が。本当にね、これ、ありえないことなんじゃないかなと思います。 外務省のホームページにですね、日本政府の基本的な立場は掲載されていますというふうに書いてありますので、えー、ちょっと外務省のホームページをね、いろいろ調べてみました。えー、その中で WHO のですね、パンデミックの予防、備え及び対応。まあ、このパンデミックの予防、備え及び対応のことを括弧、かっこ PPR と呼ぶみたいなんですが、このパンデミックの予防、備え及び対応に関する WHO の新たな法的文書、いわゆるパンデミック条約、 の交渉について、えー、経緯とか、ね、いろいろ書かれているページがありましたこれ今年の1月9日が、えー、最後の更新になっているんですが WHO の新たな法的文書ですでこの中で、えー、各会合の概要は以下のリンクの通りということで、えー、概要が書いてあるんですがこの中にですね、えー、最後の交渉会議の結果の概要というのがありますこれが一番最後が令和5年の12月 昨年の12月ですね。まあ、ついこの間に公開になっているんですが、2023年11月6日から10日、そして12月4日から6日、これジュネーブで行われた、この交渉会議の結果の概要になります。ここにね、いろいろ、まあ、詳細といってもほとんどこれでは内容わからないような状態なんですが、ここに書いてあるんですけれども、この中で、会議の概要の下にですね、日本の基本方針というのが書かれています。 この日本の基本方針ここに出ますでしょうかここに何て書いてあるかというとパンデミックの予防備えおよび対応の強化のため国際的な規範の強化は重要と書いてるんですね規則や基準を強化していくことは非常に重要だだということが日本の基本方針なんです だから WHO が進めようとしている、まあ、細かいところは、ね、どうかわからないんですが、基本的には今回やろうとしている WHO を筆頭に、世界中の各国でルールを決めていって、いろんなことがね、そして WHO が決めたことを、それを守っていくと、各国が。まあ、そういうような国際的な規範の強化というものは重要である、まあ、それを、ね、進めていく、どちらかというと推進するような立ち位置というか考え方である。 ということは、この基本方針の中に読むとですね、書かれているんじゃないかなというふうに思います。まあ、これが今の日本の基本方針なわけですね。そして、これ、交渉テキストの構成というものも載っているんですが、これ見るだけではですね、ほとんどわからないです。一応、リンク貼っておきますが、これはなんか、目次が書いてあるようなもの、これ、原口議員も言ってたんですが、これ、目次が書いてあるようなもので、内容についてはほとんど書かれていないんですね。 まあ、例えば、交渉テキストの構成の中で、まあ、コミュニケーション及び市民への啓発というところが第18条があるんですが、えー、その第18条にはパンデミックに関するデマや誤情報の防止ね、これ前にも取り上げましたが、まあ、こういう項目っていうものは書かれているんですが、の内容だったり細かいこと、どういう議論が行われているかってことに関しては、えー、ほとんどわからない。 あのもう本当に原口議員が言われていたようにこれ本の目次が書いてあるだけでその内容については、えー、ほとんど公開されていないような、えー、状態になっていると思います。まあ非常に、えー、怖いことですね。<noise> えー、そしてこれこれは今外務省のホームページに載っているものなんですがまあ IHR の改正については、えー、厚生労働省が担当窓口になっています。厚生労働省が窓口になって今 進められている交渉されているんですがその厚生労働省の大臣は竹見厚生労働大臣になりますで、竹見厚生労働大臣は実は WHO の親善大使になっているということなんですね何度も何度も言われていることですが実は日本という国はこのパンデミック条約を推進する側なんではないかということがよく言われていたりするんですが まあ、まさにですね、まあ、そちら側の力が、えー、強いんじゃないかなというふうに思っています。これはですね、本当に次のパンデミックがもう想定されて、いろんなことが進められています。えー、日本国内でもですね、えー、国が決めたことに対して、自治体がです、ね、その緊急事態、まあ、こういう時はですね、えー、なんか従え、従えれるようになるように、今、法律を変えようという案が出てきています。 まあそういうことでですね、WHO から加盟国、各国に指示ができる。そして国から自治体に指示ができる。えー、この構図がですね、どんどんその枠組みが出来上がってきているというのは本当に怖いことだなというふうに個人的には思っています。